王子マテリア株式会社は王子グループに属する製紙会社であるグループの持ち株会社である王子ホールディングスが出資する旧社名は王子板紙株式会社王子グループの生活産業資材カンパニーに属する企業の一つである段ボール原紙や白板紙などの板紙と包装用紙を中心に製造販売する製紙会社である2012年10月に実施された 王子グループの持ち株会社制への移行に合わせて、旧社名の王子板紙から社名を変更した。この際、従来からの段ボール原子、特殊板紙の製造販売事業及び白板紙の製造事業に王子製紙から継承した白板紙の販売事業、包装用紙の製造販売事業が加わった。グループ再編前にあたる2010年の時点では、王子板紙の紙生産量は、 約265万トンで、生産量では、日本国内で、日本製紙、王子製紙に次ぐ、第3位の規模を持つ、ダンボール原子の国内市場占有率は、約27%で首位。前身の王子鏡は2001年設立。当初は、王子製紙グループのダンボール原子共同販売会社であったが、2002年に王子製紙のダンボール原子製造部門と、メーカー3社を統合して、 製造、販売を一体化し新発足した。王子田上は2001年5月30日、王子製紙、高崎三京、中央板紙、北洋製紙の4社により共同で設立され、同年7月より4社の段ボール原子共同販売会社として営業を開始した。元々合併を前提とした共同販売会社設立で、まず2002年4月1日、王子製紙は、 株式交換により、高崎産業、中央板上、北洋製紙、OIR を完全子会社とした。そして半年後の10月1日、王子板上を存続会社として、同社、高崎産業、中央板上、北洋製紙、OIR の5社が合併。合わせて、王子製紙の段ボール原子製造部門を会社分割により継承。これにより、王子板紙は、 生半一体の企業として新発足した。王子鏡の元となった王子製紙の段ボール原子事業は王子製紙の前身の一つである本州製紙が1959年に釧路工場を建設して開始した。系列会社の合併により本州製紙は最終的に松本、佐賀、大分の3工場を加えた4工場で段ボール原子を製造していた。 また、王子鏡に合併された企業の内高崎三協と北洋製紙は本州製紙の系列会社であった。2006年10月1日、会社分割により江戸川工場を王子製紙から継承した。2011年10月1日には同じく会社、分割により王子製紙富士工場を継承。従来からの富士工場と統合して、全社を第一工場、校舎を 第2工場とした。2012年10月1日付で王子板紙から王子マテリアに社名を変更。同時に王子製紙の白板紙、放送用紙部門を会社分割により継承した。工場は、この再編前は国内13カ所であったが、再編後は呉工場が加わって14カ所となっている。詳細は、高崎山郷を参照高崎山郷株式会社は、 1999年10月1日に、高崎製紙株式会社と三共製紙株式会社が合併して発足した製紙会社である、東京証券取引所市場第一部及び、大阪証券取引所市場第一部に株式を上場していた、中央板上株式会社は、岐阜県東部を拠点としていた製紙会社で、本社は中津川市、東証一部、大証一部及び、 名古屋証券取引所市場第一部に上場していた。北洋製紙株式会社は、北海道を拠点として、1979年に北見パルプと、手塩川製紙が合併して発足した。本社は、江庭市、道内に、計3カ所の生産拠点を持っていたが、名寄工場に集約している。本社は、東京都中央区銀座5丁目にある、王子製紙1号館というビルに入居している。 生産拠点は以下の計14カ所である大島テリアの関連企業では、板紙、白板紙、包装用紙にとどまらず、各種製品の製造を行っている。生産拠点は以下の計15カ所である。ありがとうございます。